全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、大外から押して18番ソロモンファントム、3番エターナルナンバーかわして先頭、その後は8番ドリームフライヤー。各馬第3コーナーをカーブしていきます。2番手変わって5番ゴッドハンド、続きまして15番万世の一撃、これを見るように内側6番フォートファースト、外から14番レイジーレイズ。 600m の通過タイムは33秒9、内抑えて1番日の神神楽。4コーナーから直線へと向きます。エターナルナンバーわずかに先頭、400を切って先頭ゴッドハンド、その後エターナルナンバー、ここからが勝負どころ。残り200を切りました。逃げる逃げるゴッドハンド、2番手万世の一撃、差を詰める、際どい勝負。万世の一撃差し切ってゴールイン、勝ったのは万世の一撃、鞍上は森一馬騎手。勝ちタイムは1分6秒5。万世の一撃ブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着ゴッドハンド、その後3着。